ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎美高です。今日は2023年の7月の5日水曜日です。今日は〇〇は辛いよというシリーズを言っております。第2弾は師匠は辛いよという藤井聡太さんの師匠の杉本昌隆さんの本を借りてみたいと思います。この本は実は前初めに書いてありますね、まず前書きを読んでいきます。この本がどういう本かということが書いてありますのでね、前書き。お弟子さん藤井聡太竜王があんなに強いのだから杉本さんは辛くないでしょう。仲間の棋士にこう言われることがある。確かに将棋の世界で一般的な辛い師匠とは、伸び悩んでいる弟子を心配する棋士を指すことが多い。だが弟子を持つ師匠はこう思う親と同じである。忙しすぎて体を壊さないか、イベント出演は気を使うのではないか、心配の種は違えど気がかりなのは、つまり辛い気持ちは誰もが持っているのだ。師匠道という辛いことと見つけたり、師匠道というは辛いことと見つけたり、道や道の道ですね。師匠道、武士道ではないが書物葉隠れの言葉が浮かんでくる私である。師弟の数だけ人生がある。かあ、面白いですねこれ。師弟の数だけ人生がある。師匠は背中で示すべき。三歩下がって死の影踏まず。藤井聡太竜王は死の影どころか本体まで踏んづける勢いで私を追い越していった。もちろん半分は冗談だが、まさに疾風のごときスピードである。とはいえ将棋盤を離れるとおっとりとした青年の顔を見せる。雑談中は非常に楽しそうにいつまでも笑っている。天賦の才、天才という言葉で一括りにしてはいけないが、それぐらい才能は光り輝いている。そしてその光は全く想像しない形で師匠の私をも照らした。弟子の藤井さんは4段から7段までわずか1年7ヶ月。一方の師匠は、まあ人それぞれですから。テレビの情報番組では、なぜかいつも出世のスピードを比較され、司会者に慰められる私。しかしこの頃の経験が本エッセイのタイトルのヒントになるのだから面白いものだ。登場回数は多いが、本エッセイは藤井竜王がメインというわけではない。他の弟子のこと、将棋界のちょっとユーモラスな出来事も書いている。また、巨大な才能を間近で見た一人の棋士の日常でもある。私は辛いよの元祖のあの方のように生きではなく、また旅先で毎回マドンナに出会うこともない。おお、寅さんは必ずマドンナが出てきますからね、出会いが。でも、人情に触れる機会はきっと多いだろう。これは棋士という職業と藤井竜王のおかげだろう。本書で収録された内容は、週刊文春で連載された100回分。その期間は約2年で、こうしてまとまった形で書籍になり光栄である。思わぬ幸運もあった本エッセイの第44回、走る棋士は、ベストエッセイ2023光村図書出版に選ばれ収録されたのだ。これはある意味本業の将棋で勝つより嬉しいものである。一局の将棋を振り返った時、完全なノーミスで終えていることはめったにない。必ず何かところかはこちらが正解だったかという反省があるものだ。こっちが正解だったのかな、どうだったのかなという反省があるものだ。
それは文章も同じ。掲載されたものを後から読み直したとき、この表現はいまいちだな、などと後悔するのは常である。いやー、すみません、うまいですよね。将棋もだが、文章とは生き物、毎回それを実感している。将棋では一局に例え、一手でも自分だけの個性が出せれば納得できる。エッセイでは、1話に最低1回、皆さんがクスッと笑う、また、かっこ、ほほーと感心するような内容にしたいものだ。では皆さん、存分に将棋にまつわる棋士たちの世界を楽しんでください。杉本昌隆というのが、昭和つらいよの本の始めにであります。まあ、昭和つらいよ。チャンネル登録が済まない。高齢者もつらいよ。よろしくお願いします。おはよう。